トランプ・オーガナイゼーションとは、トランプタワーに拠点を置く、株式非公開のコングロマリットである。主要事業は、第45代アメリカ大統領のドナルド・トランプによるベンチャーと投資である。1971年から2017年にかけて、ドナルド・トランプが会長兼社長を務めていた。大統領職在人中はその地位から不利会社の実験を 息子二人並びに運営委員会に譲るとしている。とはいえ、日々の業務には携わらないものの、その影響下にあることに変わりはない。不動産開発、投資、仲介、売買、マーケティング、プロパティマネジメントを主要事業とする。その所有、運営、投資、開発対象は、様々な国の住宅地、ホテル、リゾート、超高層ビル、ゴルフ場に及ぶ。また、 マンハッタン区の主要な不動産を数十万平方フィートも所有している。515もの子会社、事業体を持ち、そのうちの264はトランプという名を監視、54はイニシャルを監視している。米国内外での投資の他にも、不動産開発、建築、接客業、娯楽産業、書籍、雑誌出版、モデル事務所、小売業、金融サービス、 ボードゲーム開発、食品、飲料、職業訓練、ネットを通じた旅行代理店、航空機、ヘリコプター運航、ミスコンテストなど事業は多岐にわたる。リアリティ番組、アプレンティスなどを制作するニューヨークの番組制作会社もその参加である。その他にも、医療、宝飾品、書籍、家具、照明、浴室小物、寝室芳香剤、革小物、 飲用食器、ステーキ肉、バンチョコレート、ミネラルウォーターなどの小事業も手掛けたことがある。手放した事業も数多くあるが、参加から離れた後もトランプの名を冠したままのものも多い。例として2016年2月に売却されたニュージャージー州アトランティックシティのトランプエンターテイメントリゾーツが挙げられる。ドナルド・トランプが単身オーナー。 もしくは筆頭オーナーを務める約500の企業体の総称である。合衆国大統領に就任するまでは会長兼社長を務めていた。主要な経営幹部は彼の3人の成人済みの子供たちと親類ではない雇用者3名であった。2017年1月11日、ドナルドは自身と娘、イバンカガ社の経営から退く一方で、息子ドナルドジュニアとエリックは、 減在公財務責任者であるアレン・ワイセルベルグと共に経営に参画し続けることを発表した。社との経済的利害関係は保持し続けるとしている。顧問弁護士シェリディデロンによると、ドナルドは1月20日の大統領就任前に企業倫理、企業コンプライアンスのアドバイザーを置き、保有する企業資産を信託するという。また、会社は今後、新規に 諸外国とビジネスを行わず、国内での活動に終始するという、初期のロゴマーク。イニシャル T をモチーフにしたエッシャー的立体である。ドナルド・トランプの祖母エリザベス・クライスト・トランプが息子であるフレッド・トランプと共に、1923年にエリザベス・トランプサンを設立した。エリザベスの夫フレデリック・トランプは、1906年に妻と共に、 ニューヨーク市クイーンズ区に移住し、不動産開発業を始めた。しかし1918年にインフルエンザで亡くなり、3万1359ドル相当の不動産を残した。夫の死後、エリザベスは恵まれた才能で不動産業を継続した。相続した空地に、地元の土建業者に依頼して、住宅を建て、売却し、その上渡提当や賃料で生活した。 三人の子供たちが学業を収めた後に事業を継がせようと考えていたが、真ん中の息子であるフレッドはより早く経営に参画したがったため、エリザベスはエリザベストランプサンという会社を設立して備えた。フレッドが未成年の間はエリザベスが法的書類にサインする役割を担っていた。フレッドは長じ手から成功した不動産開発業者となったが、 エリザベスは生涯経営に参画し続けた。70代になっても、社が保有するビルに設置されたコインランドリーから効果を集めようとしていたという。ドナルドはペンシルベニア大学在学中からエリザベス・トランプンの経営に参画しており、1968年には正式にその一員となった。1971年に会社の実権を握り、 最初の仕事は称号をトランプオーガナイゼーションに変えることであった。赤で示されている国はトランプオーガナイゼーションが所有、ライセンス契約を行っている資産がある国。2015年の時点で所有する不動産価値は約35億ドルである。内訳は商業用不動産が13億ドル、居住用不動産が4億1000万ドル、会員制施設が8億6600万ドル、 その他共同所有の不動産が9億4000万ドルとなっている。ドナルド・トランプの資産の大部分はこれらの不動産であり、収入の多くもそこから来ている。不動産にトランプの名を関する権利を与えたり、ブランド化したり、売買するなどして得た配当と、名称使用料がキャッシュフローの相当量を占めている。ニューヨーク大手不動産、コーコラングループによると、2005年、 ニューヨーク市にあったトランプブランドの分譲マンションは同等のマンションよりも36%も高く売れたという2015年には1年でマンション売買で7100万ドルを所有するビルからの賃料で4190万ドルを稼いだというトランプワールドタワーコロンバスサークルから見たトランプインターナショナルホテルタワーセントラルパークにある ウォルマン・リンク・バージニア州シャーロッツビルのモンティーチェロワインドールに位置するワイナリーで500万ドルから2500万ドルの価値があるとされる。2011年に購入され、その後ドナルド・トランプから息子のエリックへと経営権が移った。1300エーカーのうち200エーカーのみが工作されている。ドナルド・トランプによる東海岸に位置広大な バージニア州で最も広大なワイナリーであるとの主張は誤りである。アメリカ東沿岸地帯、スコットランド、アイルランド25のゴルフコースを所有し、1億7640万ドルの売り上げがある。アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス軍、ランチョパロスベルデスにあるトランプナショナルゴルフクラブ7つのゴルフコースを持ち、キャッシュフローで年間2億ドルの売り上げがある。 ゴルフコースと付属のリゾート施設、カントリークラブを合わせて15億7000万ドルの価値があると見積もられている。2012年にはサウスフロリダのリゾート温泉地を1億5000万ドルで買収し2億5000ドル以上をかけて改築中である。敷地800エーカーで5つのゴルフコースと客室、700のホテル、会議場や広大な温泉を有する。 専門家は10億ドルの価値があると考えている。海外スコットランドスコットランドのエアシャーにあるターンベリー2006年、スコットランドのアバディーンシャー2400エーカーの土地を購入し、10億スターリングポンドの価値がある世界一の、そして全英オープンを開けるようなゴルフリゾートを開発する計画を進めている。しかしこれに対して地元住民や その他のスコットランドイギリス国民、さらには環境保護団体から反対の声が上がっている。計画では18ホールのゴルフコース、5つ星ホテル、別荘やゴルフアカデミーが作られるとしている。地元企業は歓迎しているが、特別自然環境保護区に指定されている4000年前からの砂丘が破壊されると環境保護団体は懸念している。 地元の委員会は当初この計画に認可を与えなかったが、スコットランド政府の調査にドナルド・トランプ自身が出席して回答した後に許可されることとなった。2009年にはゴルフ場用地に含まれない近隣辞書に対して土地収容を試み、地元住民から猛反発を受けた。トリッピングアップトランプというキャンペーンが展開され、 クイーンのギタリストであるブライアン・メイはバンドのヒット曲であるボヘミアン・ラプソディをドキュメンタリー映画のハイライトで流すことに賛同した。ドナルド・トランプはビデオメッセージを公開し土地収容をしようとは思わないし試みたこともなかったと表明、強制たちの気を否定した。2011年には新ホテル、高級別荘にほど近い海岸における 集合型風力発電所の建設計画に反対を表明した。ドナルド・トランプ自身が私的にスコットランド首相に所管を送り、集合型風力発電所の建設によって土地の美観が損なわれ、醜く,くなってしまうと訴えた。ただわが社のゴルフコースの利益のためだけでなく、スコットランド国民を代表した主張であるとも、併記されていた。トランプ・オーガナイゼーションは、 訴訟を提起し、イギリス最高裁まで争ったが敗訴した。同年、イギリス人ジャーナリストのアンソニー・バックスターによって、ドキュメンタリー映画、当 v b トランプトが公開され、地元住民がゴルフリゾートの建築に多大な影響を受けている現状を映した。映画の中で、経済学者はリゾートが地元経済に与えるとされる利益に疑問を停止。 環境保護活動家は開発によって引き起こされる環境破壊に警鐘を鳴らし、ゴルファーたちはリゾートの素晴らしさを列挙した宣伝を疑問視している。バックスターが映画撮影中に地元警察に逮捕されるシーンもある。ドナルド・トランプはこの映画は退屈でバックスターは詐欺師だと断じた。しかしいくつもの映画賞の社会正義賞。 デンバーフィルムフェスティバルのメイスルズ兄弟賞を含むを受賞している。風力発電所をめぐる騒動の最中に、もうこれ以上スコットランドでは開発事業を行わない意向を示していたが、2014年にはエアシャーにある有名ゴルフコースであり、全英オープンも開かれるターンベリーを購入している。 ドバイ2014年にはドバイの地元企業と共同でトランプワールドゴルフクラブを建設する計画を発表した。2015年には広告や建築現場を囲む壁の一部からトランプの名前とドナルド・トランプの似顔絵が剥ぎ取られているのがパトロール中の警備員や警官によって発見された。ドナルド・トランプのイスラム教徒にはアメリカに入国させるべきではないという 発言やアメリカ国内のモスクには監視カメラをつけるべきだという発言が影響したものと考えられ、同様のいたずらはトルコにあるトランプタワーズイスタンブールでも起こっている。トランプホテルラスベガストランプインターナショナルホテルタワーウォークの不動産開発業者がドナルド・トランプの名前を使って売買や取引を行いたがるため、実際にはドナルド・トランプの所有でないにもかかわらず、 その名前を冠しているビルが多く存在する。ホーブス氏によれば、この携帯の不動産は、総額5億6200万ドルに上るといい、当時、7つのトランプインターナショナルホテルタワーを、含む33ものプロジェクトが進行中であったという。このライセンス契約によって7400万ドルが、合弁事業によって8億2330ドルが、ドナルド・トランプの元に入るという。 マンハッタン区ニューヨーク市郊外フロリダ州他の国内事業海外パナマにあるトランプオーシャンクラブインターナショナルホテルタワーありがとうございます